そしたら証明の問題をもう一台ぐらいやっておきましょう読んでみます2つの連続した奇数の大きい数の平方と小さい数の平方の差が8の倍数であることを証明しなさいわかったちょっとわからんよねもう奇数とか言っている時点でああ奇数ねって考えている間でもこの平方が来たよねまずこの平方っていうのは二乗のことです二乗の数のことを平方って言います そう考えると、ちょっと落ち着いて読むと、まず二つの連続した奇数っていうのがあるねな。まあなので奇数っていうのは一三五七みたいに二で割り切れへん数やろ。まあ例えば二つやから一三でもいいし、五七でもいいし、このよういう数の組み合わせのことやね。です、そのうち大きい数の平方、つまり大きい数の、これ平方って消したら変わるんだけど。 消したらかわいいけど。二れ乗やね。大きい数の二乗。ここの一三でいこうか。一三やったら、この三の二乗と小さい数の二乗の差。小さい数は一やね。一の二乗の差。差は引き算のことやね。差は八の倍数なんで。やってみるか。三の二乗は九やね。引く一の二乗は一やから。お八になったな。まあもちろん、八も八の倍数やね。 そうや、こっちどうやら同じようにして、大きい方の二乗から小さい方の二乗を引きましてと。七七四十九引く五二十五で24、二十四。二十四って八の倍数になってるやね。八かけ三のことです。ま、やっぱりこれ、問題になっているだけあって、ちゃんと二つの連続した奇数の大きい数の平方二乗と小さい数の平方二乗の差っていうのは、 どうやら8の倍数になるようやと。で、これをまた証明しなさいって言ってねな。まあ、ややこしいです。ま、でもちょっと証明の問題の手順にも慣れてきたんじゃないかなと思います。まずはこの問題に合わせて文字の過程を置いてあげるわけね。で、その後にえそこから式を作って式を変形していって、ほら、8の倍数になったでしょっていうことを言ってあげればいいんです。そしたら、この問題、どうやって文字を置いたらいいやろか。 ま、まず、パッと思い浮かぶのは、二つの連続した奇数なやろ。そしたら、こっちか、小さい方を n にして、そしたらこっちは、えっと、そより奇数で一個飛んでるから n、n たす二になるやな。これでちょっとやってみたらどうやろ。小さい方を n、大きい方、そして n たす二になるので、これの、えっと、二乗の差やろ。さっきはこっちやね。大きい方の二乗 n、n たす二の二乗 引く、えっと、n の二乗やね。これは8の倍数になるかやって。ここで n、n たす2の二乗。情報公式が出てくるね。ちょっと計算してみると、n の二乗たす、2個分のこの2る n 2n が出てくるから、全部で2人が 4n やね。それに、たす2の二乗で4ですよと。そで、n の二乗が残っています。 そしたらどうなるかって言うと n の2く n の2でここなくなるので 4n 足す4ですよとあれこれまあ4でこうやってくくったとして分配法則の逆をしてやったとしてもこれは4の倍数やなほんま8の倍数になるんかななんかこれはどうやら文字の設定の仕方が悪そうやねまあ8の倍数になるってことは必ず4の倍数になるんやけど これったらちょっとあかんみたいですそしたらどうしたらいいかって言うとポイントはこの奇数やねんなこれ今こっちらを n にして n+2 にしたわけやねんけどこれのちょっとダメダメなところって n にいろんな数が入れるから例えば n が2っていうのでもいいねなそしたらここ2と 2+2 で4っていうふうに偶数の組み合わせができちゃうや だからここの小さい方の数を n にしておいたらそりゃうまいこといかんわけ偶数のパターンも出てきてしまうからやねんななので必ずここが奇数になりますよっていう表し方や文字の置き方をしてあげないといけないんですそのためにはどうしたらいいかちょっと奇数と偶数の問題がよく出てくるので文字の置き方を考えてみましょうまず簡単な方法を偶数から言ってみます まぁ偶数ってちょっと2個ずつ数えるおばあちゃんみたいな人がいると思います。え、に、し、ろ、は、じゅってこう。おばあちゃんとここう2個ずつ数えていったりしてへん。まぁせぇへんかな、今時。え、こういうふうに偶数っていうのは2から始まって2ずつ飛んでいく数になるんやけど、これって言い方を変えたらどんな数偶数って。2から始まって2ずつ飛んでいるので、偶数っていうのは言い方を変えたら 2の倍数へね。2の倍数なわけです。ってことは、これさっき、この 4n は4の倍数とかなっているってのはわかる通り、2の倍数は 2n で表せばいいんです。なので、この説明の問題、証明問題で、偶数っていうのが出てきた時には、2n と表すようにしましょう。そしたら、例えばこの n に奇数が入ってきても、n が1とか3やったとしても、 にかけたら必ず偶数になるやね。本ならもう一個、奇数はどうしたらいいかって言うと、奇数は、えっと、1、3、1から始まって、2ずつ飛んでいくやね。5、あら、赤になっちゃった。5、7、9ってなっていくわけやねんけど、これって、また赤になった。何の決まりもないよね。決まりもないってことはないんやけど、なんかの倍数にはなってへんやな。 じゃどうややって表したらいいろ。偶数は 2n なんやろそしたら奇数はどうなるうかって言うと偶数じゃないのが奇数やねんな偶数より1が大きかったり1が小さかったりするのが奇数なんですなのでこの偶数を使って奇数っていうのは 2n 足す1とか 2n-1 という風に表すことができます。そしたらここに例えば n、偶数の2が入ってきたとしても、2人が4足す1になって、全体として5になって、奇数になるやね。まあなので、偶数は 2n で直接表せたけど、奇数の時はその偶数に1を足したり、1を引いた数っていうのを使ってあげます。まあこれはちょっとへそ曲がりな人は 2n 足す3とか、2n 足す5ってしても、まあケ、OK、ーです。困るのは自分やけどね。 奇数偶そしたらこれを使ってさっきの話を考え直してみるとえっと2つの連続した奇数の大きい数の2乗と平方と小さい数の平方2乗の差っていう話なので奇数をこっち使うねんな奇数2つ連続しているってことはこれとこれそのまま使ったらいいやつまり小さい方が2 n く一 連続しているってことはそれより2が大きくなるので 2n+1 っ表すことができますするねそしたらこの大きい数の2乗と小さい数の2乗の差なので 2n+1 の2乗引く 2n-1 の2乗こうなるんです そしたら、これを展開するとどうなるか。ま、展開の仕方はいくつか出てきたいけど、ません、一番普通に、こことここで、それぞれ情報公式を使ってみましょう。2n たす1の2乗は、4n2 乗。ちょっとこ2ついてるから難しいかもしんけど、2n の2乗で 4n2 乗です。で、次はこの 2n たす1のかけ算。2n が2個分出てくるので、プラス 4n ね。です、最後は1の2乗で1です。 で、こっち側はどうなるかっていうと、ちょっとカッコつけとこうか。え、ほとんど一緒ね。4 n 二乗で、ここがマイナス 4n になりますよと。で、最後、マイナス1の二乗はマイナスマイナスで、プラスになります。これを引くんやね。マイナスカッコなので、外すとき気をつけなあかんね。符号変わります。4 n 二乗引く4 n 二乗になって、n の二乗はなくなるんやね。ここ。ちょっと書いとくけど。 で、えっと、n の項はどうなるのうかっていうと、4n このマイナスがかかって、たす 4n なるので、8n なるんやね。で、この1で、こっちも1が残っていて、引く1になるから、無くなるんやね。8n なりました。これ、8の倍数になってるやな。 なので、この問題では最初のこの奇数の設定を 2n たす1とか 2n く1みたいに必ず奇数になるように置いてあげるのが大事なんです。これを一番最初やったみたいにこっちらの数を n にして n たす2とかってしちゃうと偶数の話も入っていくのできれいに8の倍数にならへんね。奇数、偶数が出てくる証明っていうのはその文字の置き方をしっかり考えましょう。 また次の動画で言葉を付け加えて証明を完成させていきたいと思います。